学生の頃からアルバイトが大好きでいろんなところで働いてたんですけど、まあお金のためよりもいろんな経験をしたいなと思っていろんなことをバイトしてお金を稼いではいたんですけど、大学生の頃にこう友達みんなで旅行行こうとか飲み会しようとかそういう楽しいイベントの時に友達がこうお金がないから行けないとか、今お金なんかバイトが忙しくて行けないとか、まあ、とにかくお金がないから行けないっていうのがちょこちょこあって、それがなんか寂しいなと思って、そのお金っていうことにちょっとずつ考え始めるようになったんですけど、それで大学を卒業して初めて就職した先の上司がベーシックインカムと同じようなことをずっと提唱していて、いや本当にもうその頃は全然社会の知識もなかったんですけど、シンプルに毎月例えば決まったお金が入ってきてたらそれだけで恐怖がなくなって、毎日もっと楽しく好きなことできていいなとシンプルに考えて、そのベーシックインカムっていうのすごくいいなと思ってたんですけど、その人が大学でいろんな大学で講演をして、で大学生がこうフィードバックがあって、その意見も全部こうレポートを見てたんですけども、大体5、6年ぐらいその講演毎年それを見ていて、学生の反応を見てると、最初の頃は働かなくなって堕落するんじゃないかっていうことを言っていて、そういう学生が多かったんですけど、だんだんこう世界中でこうベーシックインカムがこう江野さんが活躍して世界中で議論され始めてから、やっとなんかベーシックインカムいいじゃんって、もっとシンプルにいいじゃんっていう学生がいっぱい増えてきて、なんか本当に実現するんじゃないかと今ワクワクしています。なんかやっぱりみんなお金のために働いてるわけじゃないと思うので、もし毎月お金が入ってきても今の仕事を続けるとか、もっと好きなことできるとか、もっとみんなシンプルに もうちょっと想像力を働かせて明るい未来をこう想像したらいいなと思ってます。ありがとうございます。